小栗風陽、1875年2月3日から1926年1月15日は、日本の小説家、愛知県生まれ、小栗風陽の成果があった場所。ナ種ネ賞だった美濃藩は、現在薬局になっている。薬局右側に見える小栗風陽誕生の地の、石踏みは、妹の義理の子にあたる哲学者、梅原武氏によるもの。愛知県知多郡半田町に、 役首相の長男として生まれる、幼名磯平、後、磯夫と,と改めた。少年の頃から、金星廃止小説を好み、龍亭種彦、ためなが水らを単独、また、佐賀野矢小室、初恋などに感動し、少年園などに登校、投稿、1889年家業を継ぐための、勉強のため上京して、再生学者、商業祖、治学校を経て、 金城中学校に学ぶ。1891年高等学校の入試に失敗し一時不良となるが、文学に志を持ち、家業は弟に任せ尾崎き公に入門。1893年九州を放浪し、その経験をもとに、片江久保を書き読み売り新聞に掲載。1894年に長平検査のため一旦帰郷するが、 家族と震度について対立した末に拝着される。再び状況後、兄弟の近親相関を扱った、ネオシロ4896年、文芸クラブに発表、ついで、キッコー鶴を、コーダーロハンの紹介で、新小説に発表し、文明を確立した。1900年に、豊橋氏の祖父家、加藤倉氏の長女の加藤和子と結婚して、婿養子となる。 田山加カと親しく、加タのしさで、西洋文学を読み、エミール・ゾラ、ギ・ッド・モーパスさん、ショーペン・ハウエルなどに影響を受け、数々の作品を発表。門下に、岡本玲香、真山聖香、中村村尾がいるが、彼らによる大作が多く、後名声を落とす一員となった。またし公用が、金色や社を、未完のまま死ぬと、その続き、終わり編。 金色夜舎を執筆した。一躍風洋を有名作家としたのは、紅葉の没後、日露戦争後の世上の中で、ツルゲーネフ、ルージン二層を得て1905年により、読売新聞に連載した青春三部作である。これは広く読まれたが、次第に自然主義文学が没興し、以後あまり振るわずに終わった。谷崎淳一郎がデビュー前、 自身の将来に不安を抱いていると、君だって、小栗風陽くらいにはなれるよと言われたという。その後、肩井の布団に刺激されて、自然主義派に傾き、恋ザメで中年の恋を描いたが、次第に大作、本案が多くなり、国木田どっぽの死をきっかけに、突塚塔と呼ばれた、風陽文下のせいか、村を、ぬなみ軽音らと肩いが衝突、風陽も、肩いと決裂するに至る。 風陽は1910年に東京での作家活動を捨てて、豊橋に陰性し、花田町中郷に新居を建て、止めつきそうと名付け、亡くなるまで同地で過ごした。1926年1月15日、新農園に肺炎を併発して、豊橋の自宅で死去。改名は友喜び員、釈風陽。妹は哲学者、梅原武の義母にあたる。 豊橋市産の丸海館に記念碑が建てられている。豊橋市産の丸海館奥にある小栗冬用碑。小説、青春中の豊川筒見から見えた情景を描写した部分が引用されている。豊橋文化協会により1976年に建設された岩井博史、作家の臨終、母比辞典71ページ。ありがとうございます。